はい、お疲れ様です。もどきチャンネルです。今日は西暦では2023年7月22日です。あさっては河合さんの誕生日です。海外からまたビッグニュースが来ました。北口榛花さんがまたやり投げで、大会勝ったんですけど、1マイルです。1マイルで、女子の1マイルで世界新記録出ました。フェイス・キプイエゴン選手かなんか4分7秒64の世界新記録を出したんですが、これがまた従来の世界記録がハッサンですね。田中希実さんが好きな陸上選手シファン・ハッサンさんが出した4分12秒33だったんですが、これを6秒ほど更新しまして、大幅の更新ですね。女子の1マイル世界新記録4分7秒64。ちなみにウィキペディア 800m 競争で日本語版があるんですが、まだ更新されておりません。で、量が少ないんですよね、ウィキペディアの日本語版。英語では、更新されてまして、記事がたくさんあるんですけど、ちなみに、男子の日本記録は新井菜々美さんの3分56秒660ですね。9秒ほどしか違わないです。ちなみに1マイル競争といえば、ロジャー・バニスタさんが有名かなと思います。バニスタさんの人類初の4分突破、1マイル4分突破、3分59秒4だったんですけど、生涯の自己ベストは3分58秒8ですね。フェイス・キプイエゴン選手はこの2ヶ月で3回目の世界新ということです。大会名は多分モナコダイヤモンドリーグでよろしいかと思います。もちろん動画は出てるんですけど、1マイルは 1609.344m ですね。で、スタートは100m とか、1万メートルとかのゴールのちょこっと手前ですね。9.344m手前からスタートで、動画の字幕出るんですけど、400m のスコアは61秒76、800m のスコアは2分4秒10、この1周は62秒34、ここまではペースメーカーですね。で、1200m のスコアが3分6秒66、この1周は62秒56で、ラスト1周少しが61秒ですね。1マイル 400m トラックを4周と、9m 34センチかな。で、4分7秒64なんで、約1周62秒平均ということでですね。で、キピエゴン選手がゴールしてすぐ、画面の右下に、WL 4分17秒13、MR 4分12秒33、と出まして、で、その下に4分7秒65と出たんです。アナウンサーの人が非常に盛り上がって、会場、陸上競技場も非常に盛り上がってまして、で、WL はちょっと何か分かりません。 MR なんかなと思ってたんですけど、多分モナコレコードだと思いますね。大会のシリーズかな。モナコレコードで、従来の世界記録、シファン・ハッサンさん、ネザーランズですね。オランダ人。ネザーランドじゃなくて、ネザーランズと椅子がつきますね。ちなみに、ホグリンディスタンスの優勝者インタビューで、コングラチュレーションとか言う人いるんですけど、あれ、コングラチュレーション、レーションは名詞なんで、コングラチュレーションズが正しいですね。おめでとうございますの場合は。で、日付が2019年、ジュライ。JUL って書いてあるんで、7月12日ですね、モナコ。多分同じモナコ、時期も7月なんで、多分同じモナコで、MR が従来のレコモナコレコードで、従来のモナコレコードで 4分12秒33、かつ従来の世界記録、これを6秒ほど更新したということです。大幅な更新です。で、ウィキペディアは、1マイル競争、日本語版あるんですけど、ハッサンがまだ世界記録になりまして、日本語版はまだ女子の世界記録、キプイエゴン選手にはなっておりませんが、英語版、マイルランですね、はあるんですけど、それでパフォーマンスも含めた世界陸上で10ケースとか20ケースあるんで、今回のリザルトは、それを参考にちょっと調べてみました。
今大会の1および世界記録ですね、フェイス・キピエ・ゴン選手、国籍はケニア、日付は7月21日2023年、モナコで記録されました。世界歴代にも多分同じ大会の2019年、シファン・ハッサンさん、オランダ4分12秒33で、英語、現在まだ日本語で検索してもほぼ出てこなくて英語で見てきたんですけど、フォーイヤーオールドレコードと書いてありますね、ハッサンさんの従来の記録。記録も何イヤーオールドとなるのか、これ何イヤーズオールドは何イヤーズオールドと複数形にはしませんので、フォーイヤーオールドのハッサンさんの記録が更新されたということですね。で、今大会の2位はシエラ・マギエンさんかな、アイルランドの方で NR と書いてあります、アイルランド記録を更新したということですね。ヨーロッパ記録はハッサンさんの記録なんでエリアレコードにはならないと、3位フリーウェイニ・ハイルさんかな、エチオピア、4分17秒79ですね。エチオピアの選手ですが、エチオピア記録はディババさんの4分14秒30なんで、エチオピア記録ではないということですね。シーズンベストとするもうパーソナルベストがないんですよ。で、他のところで英語で13人出走中12人がパーソナルベストと書いてありましたが、サインのハイル選手はパーソナルベスト、まあ、1マイルの自己ベストがないので、まあ、実質的には出走全員が今大会女子1マイルは自己ベストを更新したということになるかなと思います。で、今大会の4位、ローラ・ムイルさんかな、イギリス、国籍はイギリスですけど、スコットランド出身でいいのかな、イギリス記録は、これ、ちょっとテロップに入れておきます。次、今大会の5位、ハル・ジェシカ選手かな、4分15秒61。国籍はオーストラリアですが、AR と書いてあったんで、エリアレコード、オセアニア記録かなと思います。今大会の5位、ハル・ジェシカ選手の4分15秒61が世界歴代8位に当たるんで、世界の陸上史上、記録的にレベルが高い大会だったのかなと思います。はい、以上です。かつて瀬古さんや創業大が早かった頃は、まあ、4月に海外、ヨーロッパ、まあ、アメリカとかボストンマラソン、アムステルダムマラソン、ロンドンマラソン、パリマラソンとかは、誰々が優勝したとか、マニンガ選手か、ちょっと忘れた、まあ、マニンガ選手でしょうか、マニンガ選手が1万メートル世界新記録出したとか、ハードルのモーゼス選手が世界新記録出したとか、新聞に報道してたんですけど、最近は、海外のニュース多分意図的に報道してないのかなと思います。日本人が世界を追うことをメディアは嫌っているようです。メディアの誘導に促されるままではなく、もっと海外を見ていただきたいです。1年半ぐらい前から海外ではコロナ対策はやっておりませんで、まあ、現在誰もマスクしてないです。日本人だけマスクしております。日本国内にこだわることなく海外を見ましょうと、参政党の神谷さんも言ってますけど、日本国内にこだわることなく海外を見ましょう。はい、以上です。